こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。これがパイソン。これがダイヤモンドバッグ。これがキングコブラ。これがアナコンダ。全部同じじゃないですか。違いますよ。だいぶ見た目が違うでしょ？全部手足がなくて長いやつだろ。確かにそれはそうなんですが、これらの蛇は銃の名前にもなっています。カルトパイソン、ダイヤモンドバッグ、キングコブラ、アナコンダです。全部コルトの銃か。今日はこの中でも爆発的にヒットしたカルトパイソンについて解説していきます。パイソンってサイマリョウが使ってたやつだな。なかなか有名なやつだろ。そうですね。有名なやつだと思います。バイソンはアメリカのコルト社が作ったリボルバーで非常に成功したハンドガンです。357マグナム弾を使用するリボルバーですね。マグナムリボルバーか。成功したハンドガンなんだね。そうね。バイソンは軍用装備になることはなかったですが、警察向け、民間市場向けの武器として成功しました。ふむふむ、公的な組織でも使用されたんだね。1970年代頃までは警察で使用されていました。その後は警官の武器がセミオートに置き換わっていくので、パイソンを使うことはほとんどなくなりました。ちょうどこの時代は、ベレッタ92や CZ75 などの優れたセミオートが登場する時期です。押し寄せるセミオートのビッグウェーブにリボルバーは飲み込まれていくんだね。ただ、現在でも必要な資格を所持して許可を取れば、パイソンを携帯することが許されるそうです。もちろん、私費購入になりますが、アメリカの警官は自分で武器を選べるのか。バイソンは、コルトが作ったリボルバーの中でも、シングルアクションアーミーと同じくらい有名な武器かと思います。登場時は、かなり独特な特徴を持つリボルバーとして完成しました。それが目を引いて、爆発的なヒットにつながったのです。おう、そんな独自的な特徴を持っているのか。そのあたりも含め、順番に説明していきます。カルトパイソンは357マグナム用のリボルバーで、バレルにはパイソン357と打刻されています。357マグナムは強力な弾薬だね。そうね。357マグナムは、スミス&ウェッソンが1930年代に完成させたリボルバー用の弾薬です。パイソンは357専用のリボルバーなの？専用です。44などの他の後継モデルは作られていません。なるほど。パイソンは1955年に登場したリボルバーです。1955年というのは、リボルバー界にとっては記念すべき年でした。3つの伝説的なリボルバーが登場したからです。アニバーサリーだと。アニバーサリーでした。44マグナムの登場、シングルアクションアーミーの復活、そしてパイソンの登場です。44マグナムは、パイソンと同じ年に登場していたのか。シングルアクションアーミーの復活って何なん？シングルアクションアーミーは、西部開拓で活躍したコルトの有名なリボルバーですね。ワールドウォー2の時代、コルトは戦争で使う武器を優先的に生産していたので、シングルアクションアーミーは生産停止となっていたのです。その生産が復活したのが、戦後の1955年ということです。戦争で使わん武器は作るのをやめてたってことか。なるほど、シングルアクションアーミーの復活は、リボルバー界にとっては大きなニュースだったんだね。コルトとしては、ライバルのスミス&ウェッソンが44マグナムを発売するというのが気になるニュースです。せっかく新型のパイソンを発売しても、44マグナムに話題を取られてしまっては、不審に終わる可能性もあったのです。確かにな。しかし、結果はむしろ逆で、パイソンが話題をかっさらい、44マグナムがそこまで盛り上がることはありませんでした。44マグナムの盛り上がりは、16年後のダーティーハリー公開までお預けですね。44マグナムも最初はあまり受け入れられなかったのか。ダーティーハリー公開後は人気が爆発することになりますが、それまでは少しずつ普及する感じです。一部のガンマニア向けのアイテムとなっていました。16年遅れてバズるとはな。トレンドになるのは何も新しいものばかりじゃないってことか。パイソンが人気を博した理由は、そもそも357マグナムが市場に浸透していたというのがあります。357マグナム弾は、とても性能の高い弾薬として知られており、当時は警察でも一般的に使用されていました。おう、警察で357マグナムが普通に使われていたのか。そうよ。警察では、1930年代から357マグナムを使用しています。当時は禁止法の影響で、ギャングが横行しており、街中で銃撃戦が起こるほど治安が悪化していました。
357マグナムは車のドアを貫通できるほど強いので、ギャング対策として警察で使用されるようになります。ドアの後ろに隠れたやつも倒せるほど357は強いんだ。357は強いだけでなく、弾道性能がいいので遠距離での命中率が高い弾薬です。攻撃力の強さと命中精度が評判を呼び、警察などで一般的に357が普及するようになったのです。しかし、コラトもいきなり357リボルバーで成功したわけではありません。失敗を2回ほど経験してバイソンで成功したのです。お、そうなのか。有名メーカーのコルトでも失敗を重ねていたんだね。そうね。バイソンが完成する前に357マグナム用のリボルバーを2種類販売しましたが、あまり売れませんでした。その失敗を踏まえ、改良を加えてバイソンが完成し、大ヒットすることになるのです。バイソンが人気となった理由はいくつかありますが、その一つに38スペシャルを撃てるところがあります。38スペシャルはワールドウォー1とワールドウォー2で活躍した弾だね。そうね。38スペシャルは世界で一番普及しているリボルバー弾薬で、357マグナムと同じ口径の弾薬です。数字が違うのに同じ口径とはややこしい。ややこしいですが、38スペシャルと357マグナムは同じ口径なんです。バイソンはどちらも撃てます。両方撃てるのは便利でいい。ちなみに逆は無理です。357の方がパワーが強いので、38スペシャル用のリボルバーでは357は撃てません。パワーが強すぎて撃ったら事故る危険があるってことだな。そういうことですね。357の方が薬莢が長く、安全性のために38用のシリンダーに357は装填できないようになっています。しかし銃によっては38リボルバーに357が入るかもしれません。ふむ、使う前に確認しておいた方がいいな。バイソンに限らず、357マグナムのリボルバーは38スペシャルも撃てるのが魅力です。アメリカでは非常に人気があり、バイソンがヒットした理由もそういうのがあります。レイは賞を兼ねているんだね。ちなみに38スペシャルもスミス&ウェッソンの弾薬です。リボルバー界ではスミス&ウェッソンがコルトよりも一歩リードしている感がありますね。弾薬市場を制するものは銃器市場を制するからな。357マグナムはかなり強い弾薬です。アメリカ軍で長らく使用されている 45ACP の 1.5 倍くらいのパワーがあります。 45ACP は M1911 の弾薬か。357は軍用拳銃以上の威力を持っているんだね。そうね。357は軍用装備ではないですが、一部の将校や兵士がワールドウォー2や朝鮮戦争で使用したと言われています。45以上のストッピングパワーを発揮するので、いざという時には頼りになる武器でしょう。ギャングとの銃撃戦で、すでにその効果の高さは証明されていました。ふーむ、なるほど。バイソンの使用や特徴について説明していきます。バイソンの独特の特徴として、ブルバレルとベンチルエテッドリブというのがあります。この2つの特徴は、バイソンを大人気に押し上げた特徴でもあります。なんだそりゃ。順番に説明していきます。まずブルバレルですが、ブルバレルとは他と比べて重くて厚い銃身のことです。単にヘビーバレルと言われることもありますが、特にまっすぐの円筒形の形をした銃身をブルバレルと言います。まっすぐの円筒形？銃身って全部まっすぐじゃないのか。まっすぐはまっすぐですが、銃身は軽量化のために先細りになっていたりします。ブルバレルは先端から終端まで厚さが同じで、重くて分厚いものを言います。大きく分厚く重く大雑把すぎる銃身か。ブルバレルのように重くて分厚い銃は安定して振動が少ないという利点があります。反動が軽減されて命中精度が高まるのです。単純に重くなるから安定性が高いってことか。そういうことね。それからブルバレルには頑丈で耐久性が高いという長所もあります。安定した精度と頑丈さ、見た目の重厚さがバイソンの魅力ですね。このごつい感じの見た目に民衆は魅了されたというわけか。そしてベンチルエテッドリブですが、散弾銃によく見られる特徴で、バレルの上に並んでいるこういうやつのことをベンチルエテッドリブと言います。リボルバーにリブをつけたものは珍しく、バイソン独特の特徴となっています。こういうやつな。これなんか意味あるのか。実はこれにはバレルを冷却する効果があります。冷却だと？こんなもんをつけるだけでボンドが冷えるのか。発熱をリブに逃がすことで冷えるらしいです。穴を開けて通気性を良くすることで冷却効果が高まります。空冷のラジエーターみたいなものでしょうか。そんな効果があるとはな。
銃は弾丸を発射すると一瞬ですが火薬は数千度の温度に達して燃えます。すると熱によって金属は膨張するので重心は膨張します。しかしバイソンはブルバレルによる肉圧とベンチレーテッドリブによる冷却効果の高さ、この2つの効果で重心の膨張を軽減し精度の高い射撃を射手に提供します。なんと様々な効果によって精度を高めているというのか。そうですね。またリブの効果は冷却だけでなく形状がデコボコして重心の光の反射を減らす効果もあります。これによって狙う時に眩しさが軽減されて照準をつけやすくなるそうです。いろいろ奥が深いんだな。とは言ってもベンチレーテッドリブがリボルバーに必要な機能かと言われると謎です。リボルバーにリブがなくても問題ありません。実際ほとんどのリボルバーにリブはついていません。無駄な機能ってことか。リブが必要な機能ではないことをパイソンの開発者も分かっていました。単純に見た目がかっこいいという理由でリブをつけたのです。自作 PC をやる人が無駄にケースファンを増設したり LED で装飾するのと一緒か。だがその無駄がいいんじゃないか。そういうことですね。実際この見た目が民衆に受けたわけです。とにもかくにもパイソンは斬新なアイデアで作られたリボルバーだったんだね。パイソンはブルバレルとベンチレーテッドリブという2つの特徴を持った独特のリボルバーとして世に登場したのです。しかしこれら2つの特徴は重くて携帯に不便でありコストも高くなるという短所でもあります。パイソンの重さは 1.1 キロから 1.4 キロ、ハンドガンとしてはまあまあ重い方です。重いから持ってるのも疲れるし値段も高くなるんだね。パイソンはコルトのリボルバーの中でも最高級品です。お金持ちかガンマニア向けのアイテムにはなるのかと思います。ブルバレルでなおかつリブもついているのでコストがかかります。普通のリボルバーよりも高くなるのは設計上やむを得んってことか。そんな高いの？高いです。2023年の貨幣価値で言うとパイソン1丁買うお金で M16 が2丁から5丁くらい買えます。高すぎるぞ。 M16 のコストは1丁700ドルくらいですがパイソンは1丁1200ドルから4000ドルくらいします。パイソンを買おうと思ったら日本円で最低20万円は用意した方が良いでしょう。20万円か。サイバー寮にそんな金あるのか。商売道具ですしそのくらいはあるんじゃないでしょうか。買えなかったら物語が始まりませんからね。他にもバズーカとかいろんな武器を使ってるからスイーパーなんて儲からんぞ。357マグナム弾は1000発で600ドルくらいで売っています。一発80円くらいするのでお金がかかりますね。357一発はストローム氏1匹と同じくらいの値段か。パイソン本体と357弾1000発で最低でも合計1800ドルのお買い上げとはめちゃくちゃ金がかかる。長い目で見れば弾薬費もかさみますよね。 45ACP が1000発で450ドルくらい、 9mm パラベラムが1000発で250ドルくらいです。 9mm なら357の半分以下の値段で買えるのか。なんという経済的な。軍や警察が攻めようとに移行するのもやむなしだな。ちなみに日本の警察でも使用されている38スペシャルは1000発で450ドルくらいです。 9mm 弾の倍近い値段ですね。38スペシャルも意外と高いんだな。38スペシャルにしても357マグナムにしてもサイズが大きめです。リボルバー弾の方がセミオート弾よりも大きいので材料費がかかるのでしょう。それにしても 9mm はコスパがいいですね。さすが世界の軍隊の標準弾薬になっているだけのことはある。パイソンは職人の手によって全てのパーツをピカピカに研磨された状態で仕上げられます。銃としての性能が高いだけでなく装飾的な面にもこだわって作られた一品です。さすがコルトの最高級品ってわけだ。武将が持ってる日本刀みたいな感じだな。そうね。パイソンが登場すると注文が殺到しました。登場したばかりの PS5 のように入手困難な品となったのです。転売屋が横行してしまうではないか。欲しい人にとっては大金を積んででも欲しいと思うものですね。高級品ですが、なんと警察で支給するところもありました。贅沢すぎないか？ごく一部の警察署では、標準的な装備として支給するところもあったそうです。ですが通常は私費で購入して携帯することが普通でした。多くの警官がバイソンを私費購入したと言われています。コルト的には、左内輪で笑いが止まらんという感じか。バイソンはリボルバー市場を席巻しました。ワールドウォー2の戦後、最も成功したリボルバーと言ってもいいでしょう。
カルト的な人気を得るアイテムとなったのです。そんなに成功したリボルバーだったとはな。しかし1970年代に入ると安くて優れたセミオート拳銃が登場し始めます。警察や軍でもセミオートが採用されるようになり、リボルバーはかつてほど売れなくなっていきます。公的な組織が一番の太客だからな。そいつらがリボルバーを買わなくなったから売り上げが落ちたってわけか。そういうことね。民間ではリボルバーの人気が衰えることはないですが、全体的にはリボルバー市場は縮小することとなります。1999年、コルトはパイソンの生産中止を宣言し、2005年に完全に生産が停止しました。伝説の銃が、また一つ終わりを遂げたんだね。ですが、パイソンは2020年に復活し、再販が始まっています。復刻版の登場か。2020年以降のパイソンは、設計が刷新されています。基本的な設計は変わっておりませんが、性能は上がっていると言いますね。パイソンの評価をする場合、9番か2020年版かを考慮する必要があるとしています。2020年は何が違うんだろうか。具体的な違いはよくわからないですね。この動画での説明は新旧版に共通する大雑把な特徴について挙げました。説明というにはあまりにも大雑把すぎたのか。そんなところですね。不器用なお姉さん。というわけで、パイソンについての動画でした。パイソンがヒットしたので、それをベースに新たなモデルが作られます。それが冒頭で紹介したダイヤモンドバックやキングコブラなどのスネークシリーズですね。なんでヘビなん？当時のコルトの開発スタッフはヘビが好きだったので、ヘビの名前がついたそうです。パイソンの前にはコブラというモデルもありました。ヘビだらけだな。パイソンには様々なバリエーションがあります。表面仕上げが違ったり、バレルの長さが違ったりします。希少性の高いモデルもあり、オークションでは高値をつけているのです。性能も値段も高いパーフェクトなリボルバーってわけか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。異世界食レポチャンネルもよろしくね。